どうも、田中でございます。漫画レビュー！今日紹介する漫画は、ベーン！鬼滅の刃！久しぶりにジャンプの漫画で妖怪物がヒットしそうな、そんな予感がする鬼滅の刃というところですね。妖怪作品でヒットしたって言ったらもうヌーベ以来久しぶりな気がするんですけども、まだ一巻なんでどうなるかはまだわかんないんだけども、この一巻でかなりこの作者うまくまとめてきてるというか、自分ができるスペックほんと全部出してるし、僕のヒーローアカデミアの一巻と違うところで、あ、この人すごいなって思わせるところをちゃんと見せてるんですよ。まずこの鬼滅の刃の話のテンポの良さがあって、そして絵の下手くそさがあって、そしてタイムスキップで主人公を一気にパワーアップさせるっていうね、ここら辺の流れが不自然じゃないっていうね、こういうところが挙げられるんじゃないかなと思います。今言った3点の中でも2番目の絵が下手くそというところと、3つ目のタイムスキップによるパワーアップっていうところをね、ちょっと重点的にちょっとページを見せながらご説明していこうかなと思います。まずこの鬼滅の刃どんな話なのかというと、アイアムアキーローの妖怪版って感じですかね。原因はわからないけども、鬼に噛まれたら鬼になってしまうという病気があるわけですよ。で、その鬼になってしまったやつに家族が殺されて、自分の妹も鬼になってしまったんだけども、半分人間で半分鬼みたいな状態なわけですよね。もうアイアムアキーロー読んでる人は、あー、ちょっとピンとくるねみたいなところなんですが、主人公はちゃんとジャンプの主人公してるわけですよ。で、この妹を助けるために主人公は強くなって半分鬼である妹を救い出すために旅をしていくという話なんですね。その旅をしていくにあたって、その鬼を討伐する部隊に入ったら、その半分鬼になってしまってる妹を救い出す一番の近道になるんじゃないのかということで強くなろうとするわけですね。主人公やっぱ最初強くないですから、その予選に行くまでの力を蓄えなければいけない。その蓄えるにあたってどういう修行シーンで僕たちを飽きさせないのかっていうところが注目ポイントではあるんですけども、その注目ポイントをね、うまい具合にね、ナレーションによるタイムスキップでパワーアップさせていくというところですね。それがこの鬼滅の刃の4話5話で描かれていくわけですね。この4話5話で描かれているのは何なのかというと、主人公は都合腕の亀のっちゃんと一緒に修行するわけですよね。この修行するにあたって最終的に大きい岩を叩き割らなければいけない、棒切れてという課題をもらうんです。この大きい岩を砕かなければいけないっていうくだりはね、ほんとドラゴンボールからある伝統的な行事ではあるんですけども、これを砕くにあたってのナレーションによるタイムスキップはすごくうまい。前編で岩を割らなければいけないっていうところまで持ってきておいて、後編の5話でその岩を割るまでの時間の流れをもう一つ早く進めていくんですね。まずこちら前編の冒頭シーンですね、鬼を退治する鬼殺隊っていうのがあるっていうのがバーっと書いていて、そしてさらにその左のページで鬼とは何なのかっていうことをバーっと書いてるんですね。もうこれぐらい絵が下手でシンプルだからこそ入ってきやすい。ここ絵が上手すぎると入ってこなかったりすること多いんですね。怪我してるように聞こえるんですけども、絵が下手っていうのは実は漫画全体で見たらそんな大したことないからちょうどいいバランスだなと思います。次にこちら修行シーンですね。修行するときは命がけであり、そしてどん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 その修行のハードルも上がっているというところをね、もうたった2ページ説明します。このたった2ページ説明するこの速さですよね。師匠はもう教えることは何もないっていうことで岩を砕きなさいっていう話になるわけですよね。で、この岩を砕きなさいって言われても、岩を砕けないかどうしたらいいんだって悩んでいるさなか、とある男が急に岩の上から現れるっていう風になってるんですね。これが前編。そして後半ですね。この後半で先ほどの岩の上にしていた男にボコボコにされてしまった、気を失ってしまった主人公が、もう一人その岩の横にいた女の子に助けてもらって、さらにいろんな指摘を受けて自分の悪い癖を直し、それがこちらですね。ここで主人公がどういうことを体験したのかっていうのをナレーションでブワーッと喋っていくんですよ。これってね、挿絵の逆のことやってるわけですよね。挿本してるわけですよ。絵があって、その上に文字重ねていって、で、こいつはこんなこと体験してたんだっていうのを、すぐに読者に気づいてもらうようにね、流れるように話を進めていってる。これがね、ナレーションスキップですごく気持ちよくね、物語というかね、主人公の感情を読み取りやすくなってるわけですよね。まあ、これが決していいとは思わないんですけども、ジャンプという漫画戦線で戦っていく中では、こういう手法は必要な技術じゃないかなと思います。で、次にね、こちらですね。主人公が
いかに苦しんで岩の男と戦ってるのかっていうのをバーっとまたナレーションで書いていて、その次のページで一気に主人公が成長したんだっていうことを髪の伸び具合と顔立ちの成長具合で見せてると。そして最後の最後、この主人公がその岩の男の仮面を破って岩を砕いてるというね、この流れがあるわけですよね。これね、すごくうまいです。もう本当にね、たった2話でパワーアップするにあたって、置いてきぼり感がないんですね。主人公の気持ちがちゃんと読者に届いて、その強さというものに情もちゃんとあって、その情の向こう側に岩を割るという結果が残ってるんですよ。これがね、すごくうまい。すごくうまいんですけども、先ほども言ったような形で、このタイムスキップが必ずしもいいわけではないっていう話なんですね。そもそも漫画っていうのは読者が読み解かなければいけないっていうところが強くあるんですよ。その読み解かなければいけないっていう部分を全部ナレーションにしてるからこそ、このナレーションのタイムスキップによるパワーアップっていうのが成り立ってるんですね。この成り立たせてしまっているがゆえに、読者は主人公たちが抱いていた感情っていうものを何も考えることなく受け取ることができるっていうふうなところに来てしまってるんですよ。これってね、あんまり良くないんじゃないかなっていうのが僕が思うところです。つまり説明しすぎているんですね。まあ昨今の漫画はよくそういうのあるんですけども、その主人公の感情っていうものを絵で分からせるっていうことができればいいんですよ。それは絵が上手いから伝わるってだけじゃなくて、絵が下手でもそれまでのコマの布石とかで分かったりするわけですよ。でも最初の一巻だからこそ、ここで人形を取らなければいけないから、下手に修行シーンをしんどくさせちゃいけないっていうことでこういう風にしてると思うんですね。まあこのナレーションによるタイムスキップのパワーアップはね、すごく読みやすくていいんだけども、そういう読者をダメにさせてしまう部分が多いということもね、ちょっと分かってもらえたらなと思います。例えば車でね、ミッションの車とオートマの車であれば、オートマの方が楽だしいいんですよ。アクセル踏んだら進む、ブレーキ踏んだら止まる、駐車するときにはサイドブレーキも引くとかね、こういう風な形ですごく簡略化されてて、動く仕組みも簡単なんだけども、ミッションを動かしていると、実は車ってこういう複雑な動きを機械制御でどん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 オートマのように簡略化しているんだなってわかるわけですよ。つまりシンプルなものほど複雑であるっていうことを分かってほしいわけですね。で、その複雑なものをシンプルな状態で読み取れるようになった方が人としてはいいかなと思います。別に漫画読みになればいいって話じゃないんですけども、そういうところを読み取れることができるからこそ漫画って楽しいなって思えると思うんですよ。そういうところをできたら養ってほしいけど、まあジャンプ漫画でそれ言うのもなんか悪いかなとか思ったりもしますので、まあまあそれはいいんですけども、まあその鬼滅の刃、こういう形でね、僕は面白い要素たくさんあると思うんですよ。これがヒットしていって、この手法がこの鬼滅の刃という作品の主流になるのであれば、それはそれでね、ちょっと途中でやめてほしいなと思うんですけども、この手法はとりあえず一家の段階ではすごく有効的に機能していると思います。面白い。この鬼滅の刃の面白さっていうのは、先ほども言ったアイアマヒーローとはちょっと違う位置にあるけども、ちゃんとアイアマヒーローぐらいの、あ、すごいなと思う部分をちゃんと見せてるなというのもね、間違いないと思います。それは読んでもらったらわかるわけですよ。話のまとめ方がアイアマヒーローの比じゃないぐらいうまい。唐突な話の区切り方をしてるように見えるんだけども、物語全体で見るとそこまで違和感がないっていうね、この読者に変な辻褄で違和感を抱かせない、ここがね、スッと読ませるための大きいポイントなんですよ。簡単にできそうで全然できないところなんですね。それをね、鬼滅の刃はね、すごくできそうな人なんですよ。すごくできそうっていうのは、その違和感を抱く前に感動にまで持っていくまでのスパンをね、きっちりとね、測ってるんじゃないかなと思います。かなり考えられて作られた一巻じゃないかなと田中は思います。はい、ということで、こちらの鬼滅の刃おすすめです。面白い。僕はブラッククローバーよりもこの鬼滅の刃の方が面白いよ。間違いなくこっちの方が面白い。でも、ブラッククローバーはブラッククローバーで、まあまあ、こういうジャンプの方だけで生き残るやつもあるんだなっていうことでね、読んでて面白いなと思っております。はい、では本日ご紹介されてもらったのは、五峠小夜原の鬼滅の刃でございました。はい、ということで本日はこの辺で、まったねー。